ゆりさん、おはようございます。おはようございます。今日は11月24日、はい、キスディズニーの日ですね。ですね。ディズニーコラボ。これってなんか2日間に分かれるんですね。なんかアイテムによっては今日と月曜日、どっちがどれになるかとか全く分かんないんで。ね、うん、それがさ、そう。なんかね、そうそうそう。っていう、アイテムがどれ出るか分かんないっていう。そう、分かんないんですよね。入ってみないと分かんないってことですもんね。分かんない、分かんない。もし当たり外れがあって、外れたらもう一生分かんないってことですもんね。そう、分かんない。何があったんだろうなって。月曜日ももう一回来なきゃいけないっていう。で、月曜日欲しいのがなかったみたいな。そうそうそう。ありえますね。ありえますね。じゃあ、とりあえず迎えましょうか。はい。今、8時40分ぐらいですけど。はい、ゆいさん自体狙ってるのはあるんですか？あ、僕自体も狙ってるのはあります。Tシャツ1個と、オックスフォードシャツ。そういうのもちょっと高そうだな、キス。僕はそれこそ、その、なんか一番人気っぽいやつを高尾さんに、はい、あ、そうですね、頼まれてて。うんうんうん、はいはい。それだけなんですけど、はい、この前のキスニューバランス990のやつはちょっとひどかったですけどね、はいはい、今時あんな1000人近く並ぶことないですから ね、そうですよね。今までキスとディズニーのコラボってあったんですかね。 あります。あ、そうなんだ。多分 4、5 年、あ、そんなに空いて、まだ店舗がキスになかった頃だと思うんですけど、多分。そうなんだ。じゃあ東京で店舗ができてからは初めてってことですかね。だと思います。多分ディズニーって100周年のらしくて、いろんなところとコラボしてか、それでまあまた復活したのかなとは思うんですけど。もうちょっとで店舗前が見えるようになりますね。ああ、でもすごいですよ、店前もうすでに。あー、でも確かにこの前のニューバランスほどでは全然ないかも。そうですね。その前の収集つかないほどではないな、うん、ということでもうすぐ9時なので、じゃあ並びましょうか、はい、行きましょう。今日はこっちの方で収まるんですね、お店の方で。で、なんかもう全然公園まで行くかと思ったけど。では今最後尾に着きますけど、はい、向こうのここら辺がキス、うん、邪魔ちゃう？邪魔だ。ずっとこの通り沿いのお店めちゃくちゃ邪魔ちゃう。うん、めちゃくちゃ邪魔な気がする。まあオープンしてないとはいえ。スタッフの人が出てこないですね。そうですね。ちょっと余裕こいてますね。余裕こいてますね。今回は並びが9時半までなんでしたっけ？そうですね。9時から9時半。今回は。じゃあまだあと30分ぐらいは全然時間あるわけか。ね、じゃあこれ割と全員当たりの順番だけかもしれないですね。9時過ぎて整列が始まりました、はい、なんか結局割といい人数になってますね。ですね。いや、なんだかんだ言って人気だな。整理券もらいました、ね、92、3。まあ倍ぐらいは多分後ろも並んでますよね。でももっとすごいかと思いましたね、うん、なんかでもリリースするアイテムが割と多いんですね。割と多いですね。結構多い。すごいいろいろ種類あるなと思って。お、このパンツはもしかして。はい。SWUN さんの。SWUN さんのパンツ、はい、カーゴパンツ。カーゴパンツ。めっちゃいいっす。シルエットがめちゃくちゃいいですね。めっちゃいいんですよ。履きやすいし。今日はちょっと絞り気味で、ここ履いてるんですけど。裾も絞れるようになってるんだ。そうそう。絞らないでストーンとしてもかっこいいし、うん、いいですね。そう、めっちゃいいっす。ぶっとく履きたいときはめちゃくちゃいいですね、うん、9時半過ぎました。9時半になった、はい、はい。だから並び締め切りになりましたね。 あとはじゃあ抽選始まるのを待つだけですね。ですね。全員当たりでも後ろの方だとゆうさんこの後ちょっとね、はい、お仕事で、はい、あるのであんまり遅いと、午前中じゃないと、うん、そうですね、入れないっていう。午前中当たるってなるとまあまあ早い番号ですね。そうなんですよね。10番以内並び9時半締め切りで今9時40分ですけど、多分始まりましたね、はい、抽選。そうですね、始まりましたね。お、今日はすごい早いな。いつも30分ぐらいはかかるけど、始まるまで。やっぱスニーカー抽選に比べると人少ないんだろうな。とはいえ早い番号を当てないといいサイズが買えないからね。買えないから。外れてる人が多分いないから、やっぱり並び替えだけですね。ですね。で、300人弱の番号を呼ばれてるから、そのぐらいはいるってことですね。ですね。もうちょっとで順番ですね。ですね。僕たちの列になりました。はい。あと10人ちょっとぐらい。10人ちょいぐらい。早い番号当たんないと。当たんないと、でかいの買えないと。次の次がゆゆさんです。次がゆゆさんです。ゆゆさんの番。293。わお。お願いします。
194。まあやってもうた。入れんわ。ちょっとゆうさん315人とかで、うん、やってもうた。やってもうた。後ろの第一グループ。やってもうた。また後ろの第一グループやってもうた。僕もそんな。そんなだな。ゆうさんこれギリギリ帰る時間やん。もうこれ帰る時間や。まあじゃあちょっと後で、あの、支援するリストを、はい、聞いて、はい。なんだろうな、この最近の鬼の引きの悪さ。どうなんだろうな、僕が入ってみてどうなってるかですけどね。久しぶりに次男くんと会った、まあこっちさん。こんにちは。え、並んでたんだ、キッスト今日。はい、並びに行きました。います。いいやつが来てるけど、はい。いい、いい感じ。うわあにゃっやばいっすうわあ神引きしとる神引きしとる 10時50分第一グループやんうわ第一グループだ来たねいやーやばいっすねやばなんでも買えるじゃないですかなんでも買えるよ買い放題やで選びたい放題選び放題、うん、ちょっとやばいっすねやばいやまさかマゴッチさんの次男くんがいい番号当たってめちゃくちゃいい番号でしたねゆうさんがなんか頼んじゃったんでしょ、はい、頼んじゃったオフのシャツと T シャツ1個頼んじゃったか頼んじゃったか頼んじゃったじゃあ買えるな買えちゃうな買えちゃうな終わっちゃうなあでも良かったですねじゃあとりあえず買えちゃうな高いよあれ3万とかするんじゃないあれ3万超えるよ絶対超えるよ本当にゆうさんも病気になってんだよなかなりもうああ認めないタイプ認めないタイプだだってもうこの前のキスのそのコラボニューバランスの990の時でもうダメだって言ってて、うん、その後、アママ AJ5 も買ってるし、うんうん、買ってる買ってる、うん、もちろん今回のも買ってるし、うんうんうん、買ってる買ってる怖い、うんうん、話が通じなそう距離取られる人だ自覚症状ないのかなああやばいですねやばいなまあこれは早期発見とか関係ないからどっちみち、まあまあまあ、治らないんで大丈夫です大丈夫だと思ってたんだけど多分その今日のワイシャツと T シャツで下手したら5万いくでしょキス東京前ですけども今11時半過ぎで、はい、もうそろそろ次男くん終わる頃ですねじゃないかなって感じですねちょっと見ていきましょうか見ていきましょう次男くんは10時50分集合の11時オープンの第一グループだから、はい、今お店の前に入店待ちしてる人の列の中に次男くんいないから、うん、もう入ってんですねじゃあ入ってますねうわなんかすごいうわ行ってるやんやりましたすごいあらいい重いっす重いよね行ったね買ったないややったな破産しましたボード行くんかはいはいじゃあいい見せてもらって、はい、なんかそれ以外にも結構いろいろ買ってますね点数制限あったんであそうなんだはいもちろんなかったら本当に死んでましたね危なかったえ、点数制限っていうのは全部でってこと？その種類によって？シャツが1枚とか。そうです。あとでメモしたんでちょっと。買おうと思ったものは全部あったの？はい。ありました。自分のは。ダーン。じゃあ、点数制限から。ジャケットが1個。全部で2、3種類あるのかな？のうちの1個。で、T シャツが3つ。プルーネックが2つ。デッキが1。T シャツは例えば、あのボックスロゴのやつ白と黒とかって買ってもいいのかなあ色違いはダメって言ってました、ね、あ色違いはダメなんだなるほどね本当はクルーネックの白黒欲しかったんですけどダメって言われましたでなんとクルーネックの黒の M サイズラスト1個でしたM でラスト 1? はい、何それ少ないってことじゃあめっちゃ少ないってことめっちゃ少ないんだサイズが消してるのも結構ありました29です、うん、29番で入ってもうボックスロゴのやつ M ラス1なんだそうですえじゃあもうもちろんその上はないってことだよね多分だいぶ数少ないと思いますうわーそうなんや、はい、じゃあいいですかとにかく出ちゃってるやつ出ちゃってるやつ出ちゃってるからかわいいなうわーかわいいうわこれこれはいいわうわこれかわいい
でも昔のデザインになってるのはちょっといいですね、うん、レトロな。これおいくらなの？16。うん、16なんですね。ゴミで16。うん、まあ、海外で買って送料関税込みだと全然多分2万近くいくと思うんで、店舗で買った方が確実にお得です。かわいい。かわいいし。わ、お得かな、そうかな。そうです。これめちゃくちゃお得。あ、やっぱりこれ100周年なんだね。そうです、100周年を。いいや、いや、でもこれはね、ないもんね、そんな。これはこんなんないもん。売ってたんで買っちゃいました。とりあえず買っちゃったね。スケボーしないですけど。いい。かわいい。これはいいよ。みんなそう。シュプリームのやつみんなそう。みんな飾ってる。あとじゃあ、ゆうさんが頼んだやつ。僕お願いしたやつ。ゆうさんのから。はい。あったようなので。まずは。T シャツっすね。かわいいよこれ。第一希望の XL です。XL があったんだ。あったんだ、ありがとう。13ですね。13ですね。13。まあまあ。陽気線ウィリーの。めちゃくちゃかわいいですね。めっちゃかわいいよね。レトロで。うん。いや、ウィリーいいっすね。真っ白じゃなくて、きなりだね。そうだね。ベージュの。うんうんうん。こっから始まったみたいなところあるし。そうっす。ウィリー？ウィリー、蒸気船ウィリーっていう。え、これミッキーちゃうの？とは別なんですよね。これ、うん、ミッキーなんで、なんだけど。なんだけど、うん、一番初期のミッキーみたいな。そんな感じです。ジョーダン1、8号？あ、そんな感じです。みたいな感じ。そんな感じ。そう、オリジナル、オリジナル。オリジナルです。8号だ。8号のオリジナル。へぇー。じゃあ、ミッキーマウスとは言わないんだ。どうなんだろう。ウィリーなんだ。ウィリー。あー、ウィリーって書いてある。うん、この人がウィリーの。ちょっと最初スルーしようかなと思ったけど、一応ちょっと勇気出して聞いてみた。すごい、でも変えたね。そう、これめっちゃ可愛いよ。可愛いですね。そうそう。XL ありましたね。ありがとうございます。あともう一枚なんかワイシャツ。うわあ、あったんや。これめっちゃ似合いますよ、ゆうさん。めっちゃいいよ。いや、これ汚すのだけ気をつけてくださいね、本当に。飛ばさないように気をつけないと。なんかふさふさしてる毛じゃない？そうです。今回のシリーズ、だいたいなんかふさふさしてますね。へぇー、そうなんだ。かわいい。これいいよ。XL で、いくら？いくらだ？いくらだ？あれ？ 36。あれ？ 36。4超えてくるかと思ってた。あ、すごいね。4超える覚悟してたんだ、逆に。ワイシャツ4超える覚悟してたんだ。4超えるかと思ってた。いや、36相当だけどね。ワイシャツで。1枚しかない。普通のワイシャツ何枚買える？アウターみたいだけど。この後ろにプルートと、開けますよ。すごい。開けます？開ける、開ける。後ろも可愛いんですよ。うわぁ。めちゃくちゃ可愛い。これめちゃくちゃ可愛いよ。ちゃんとこのキスのロゴもディズニーの文字になってるんですよ、うん、ね、めちゃくちゃ可愛いですこれ。すごい、いちいちこの刺繍が ね、ただアリモンをペッて貼っただけじゃないんだよね、うん、アプリケじゃないっていう、うん、縫ってるもんね、これ多分ね。すげえ。後ろにミニー、ドナルド。これはすごいですね。これいいよ。光沢のある白って言うんですか、これ。ね、なんだろうね。なんか光によってはちょっと青っぽくも見える感じの。なんて言えばいいんだろう。うわ、生地しっかりしてる。めっちゃ重いね、これ。本当に。重いですか？あ、しっかりしてる。いや、でも本当ジャケットみたいですよね。ジャケット生地的に。おー、いい。あ、ちょうどいいですね。ちょうどいい。ぴったり。かわいい。わあ、本当だ。サイズもいい感じ。ああ、本当ジャケットっぽいですね。もう、もうジャケットっぽい、うん。生地がすごいしっかりしてるから。かわいい。めちゃくちゃかわいいですね。ゆうさん、これが一番欲しかったんだ。これ一番欲しかった。よかったですね、じゃあ。めちゃくちゃかわいい。しかも、XL で。サイズも。うん。変えたやん。めっちゃいいじゃん、これ。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次男くんがね、うん、早く当たって。だから36と13だから、約ね、5。約5です、やっぱり。いったな。全然止まらないやん。もう、止まらないな。配信劇が止まらないよ。もう無理って言ってたのに。いいっすよ。これは、これでいいでしょ。これはいいでしょ。だって、この時期でもいけるし。そんなこと言い出したらもう、この時期いいからとか、そんなこと言い出したらもう。でもいいし。やっぱこの裏すごくないですか？ほら。あ、裏からもしっかり。この、え？
やっぱりただアプリケ貼っただけじゃないから、ちゃんと裏からもしっかり顔みたいになる、裏からもこう分かるようになってるんですね。すごいですね。同じのがただこう反転してるだけだ。すんごいしっかりしてますね。すんごい獅子のところ触ってみ、これすごいよ、なんかね、もうすごいふわふわしてますよ。糸もなんかすごいですね。なんかちょっとタオルみたいな感じにも見えるぐらい。これ3万6000円しますよ。しますな。すごー。これはいいよ。カレーうどん食べれないよ、これは。食べれないわー。一発でわかっちゃいます。一発でわかるよ。絶対嫌だねー。無理。まあまあ、ラーメンも気をつけないとね。いや、かっこいい、かわいい。いや、かっこいいし、かわいいし。ありがとうございます。で、あとは、だから、次男くん、自分の分で買ってきたんでしょ。自分の分。おー、まだありそう。まあ、本命。本命、あー。うわー、出た、見た、見たことある、これ。あったんだ。いくらだったの ?3万。いくらですか ?3580円。約3580円。M で。M で。ラス1。はい。これさ、これがじゃあさ、ある、ありましたね。あった、そうそう、確かに。ね、結局あった。月曜かと思ったじゃん。あ、そうですね。じゃあ27何発出すの？そうそうそう。そうそうなんですよ。じゃあ、2回に分ける今度の月曜日何出すのっていう感じじゃない？確かに。いやー、これ変えたのすごいね。いい激アツ。激アツ。これはいいわ。なんかしっとりしてる生地が。うわあ、本当だ、なんか。しっとりしてるっすよ。なんかそのヘビーオンスのゴワゴワのやつじゃないね。そうですよね。うん。冷やすそうな。でもただ薄いだけじゃないっていう。うん、うわあ、これいいっすね。赤かわいいや。めっちゃかわいいっす。すごいねこれ。いや、よかったね。これ、いや、これ変えたら勝ちだな、もう。今日は勝ちだな。そうです。まあ、もうこれは変えなくても、プレイで行こうと思ってたんで。プレイで行こうと思ってたんだ。はい、わ、じゃあよかったね、ほんと変えて。そうです。定価でちゃんと。よかった。3万なんだ。あ、じゃあこっちの方が高いんだ。こっちの方が高いんだ。こっちの？これ3万でしょ？こっち36。まあまあ、確かにすごい凝ってるからね、その分。そういうことなんでしょうね。これ裏は何にもなかった。裏なんもないです。無地で。このボックスロゴは強いよ。いや、これやばいっすね。顔面強いって感じだね。いけないっす。本当に嬉しいっす、これは。いや、それはやばい。いや、これマジ嬉しいっす。サイズも自分がちゃんと狙ってたやつでしょ。袖のところめっちゃ可愛い。あ、ついてるんですね。あれ、今気づいた。今気づきました。かわいい。あざす。まだ出てくる。いや、これラスト。四次元ポケット。じゃん。あ、それいいね。これ、あ、これもパーカーなんだ。パーカーいったんだ。使ったね、今回じゃあ。これ36。使ったね、次男くん。これ背中めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いです。あ、そうなんだ。これバックプリントに。めちゃくちゃ背中がいい。表ももちろん、ここの胸元のワンポイントももちろんいいけど。うん、これが前ね。うん、うん、これでも十分可愛いけども。可愛いし。うわー、すごっ。こんな感じ。めちゃくちゃ可愛い。すごっ。これいい。これもだから貼っただけじゃないやつだ。ちゃんとした刺繍だもんね。全部バチバチな刺繍だもんね。うわ、かわいい。めっちゃかわいいよ。何これ。これさすがにこの裏って。ああ、でも、やっぱり。ああ、ちゃんとわかるようになってんだ。すんごい硬いっすね、これ。すごい。しっかりしてますね、これ。いや、でもちゃんとこうデザインになってんだね。うん、なんかあの、こういうやつって、裏から見ると、ぐちゃぐちゃぐちゃってなってるやつ。街のなんか商店街で買ったようなやつって、そうなってるもんね。裏から見てもこうなってると、すごいね。裏見ても可愛いもん。うん、これは36するわ。うわ、可愛い。めちゃくちゃ可愛いよ、これは。すぐ来ます。買ったな、爆買いだな。そうですね、やっちゃいました、ね。次男くん。やっちゃったね。やっちゃったっす。まあね、あの番号当たっちゃったら。あの番号当たったら、止まらないよ。しょうがない、これは。しょうがない。色もいいよね、ただの黒じゃない感じ。なんかちょっと、あれですよね。フェードかかった感じの。ちょっと古着っぽい、ヴィンテージっぽい雰囲気の。これ、これはちょっとリュックしょえないね。しょえないっすね。むしろ。リュックしょってるとこ、これ、するもんね、絶対。そうそうそう。いや、ありがとう。いや、すごい。これはいいよ。まさかね、こんな見れるなんて。うん。次男くんもインスタやってるからね。
次男で次男でやってるから、はい、今日の様子もねすぐストーリーとか投稿にも上げてるんで概要欄にありますので皆さんチェックしてください。若手有望株、これは有望すぎるでしょということで今僕はゆいさんと次男くんと別れて一人でキス東京にこれから自分の番号で入っていきたいと思います。高尾さんにあのジャストアスのボックスロゴ、スウェットは多分ないんで買えないんですけど、それと同じデザインの T シャツがあるんで、そっちでもいいっていうことなんで、それがまだ残ってるのかどうか、高尾さん新聞ちょっと見ていきたいと思います。ということで今、キス東京さんの店前で順番待ちで並びました。僕の番号じゃないだろうな。高尾さんすいません、次男くんが意外と T シャツ買ってなかったからもしかしたら頼めたのかもしれないけど、なんかちょっと間に合わなかったですね。1時間もかかってるわ、入るまでが長いわ。やっと出てきた、買えました。高尾さんのジャストアスのボックスロゴの白 T だけありました。スウェットは2色とも、 T シャツ黒完売。いや、やっと買えた、長かった。入るまでに1時間、入ってから会計するまで1時間、合計2時間かかったわ。やっと出てこれた。ということで、このようにですね、アキトくんは毎日足を使って汗をかいて動画作ってます。こうやって現場に行って、現場のリアルを届けてます。他の人が撮らないようなことも、アイテムも足を使って現場のリアルを撮っています。他の人と差別化できるとしたらこれしかないから、僕にはこのやり方しかないから。ということで、これからもアキトくんチャンネル応援よろしくお願いします。いいねは既読の印、まだの方はいいねお願いします。あとチャンネル登録、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してから見てください。チャンネル登録しないとただの再生数1っていう数字にしかならないけど、チャンネル登録して見てくれることによってこのチャンネルの存続の未来につながるという、あとチャンネル登録してくれている方は通知をオンにして動画が更新されたらすぐパッ、すぐ見てください。すぐ開いて、すぐいいねして。いやー疲れた。高尾さんの支援、 T シャツだけでも残っててよかった。あざすー。